琉球バス交通、豊崎営業所、本社琉球バス交通、豊崎営業所は、沖縄県富城市屋座と豊崎にある、琉球バス交通の管轄する営業所である。2008年8月1日に、那覇市麻都にあった、本社、観光部と予婚営業所の移転、統合により開設された。2008年7月まで、那覇市牧市にあった、本社、観光部は、 那覇市が進めている、牧市、麻戸地区第一種市街地再開発計画に、かかっていたため、移転を要望されていた。そのため、2006年の琉球バスから、琉球バス交通への営業譲との際より、移転用地を探していたが、2007年2月頃に、富城市と沖縄県土地開発公社が進めていた、豊崎タウンの都市開発関連用地の公募に応募し、同年3月に内定。 一年かけて営業施設などの建設を行い、2008年8月1日より業務を開始した。なお、営業所開設に伴い、同じく、富城市内にあった、横音営業所を統合し、さらに第一交通産業グループのバス事業部の拠点として、ナハバスの事務部門も、豊崎事務センターとして、ハエバル町の新川営業所より移転してきた。 横の営業所を統合したことにより、従来横見営業所管轄だった、那覇バスターミナル発着の路線をすべて豊崎営業所が管轄することになり、さらに横見営業所付近の、が那覇バス停を発着していた55番、56番、88番、98番線も移転に伴い、豊崎営業所付近に新設された、道の駅豊崎発着へと路線延長された。 観光バスの大半が中期していた、マキシの観光部と同じく路線バスの多くが中期していた、横の営業所を統合したため、同営業所で管理する車両はかなりの台数となっている。ありがとうございます。